エビス山城は、徳島県徳島市八幡町エビス山にあった、日本の城、天文21年、細川正幸によって築かれた。遠福寺裏の小山に位置し、現在は一部公園化している。その後、工事年間に、篠原佑吉兵衛が上司となるも、1562年、泉国の戦いで戦死した。息子である篠原は、 まだ幼かったため、篠原長房や伊沢頼りとに保護されていたが、1576年に家臣である章の金時を伴って、エビス山城に入った。1577年、一宮城主の一宮聖介が、三好安長と争って、長祖壁元地下に援軍を求めた際、章の金時も長祖壁方に振った。篠原右京は19歳になった1580年に、 佐野帰国の東郷を有保のもとへ去った。1582年、織田信長による四国攻めの先人として、三好安永が攻めると、金時や長祖壁方武将は城郭を破壊して去った。安永は、恵比寿山を根拠地として、三好氏の急進を招き、大江氏や一宮清介らがこれに応じたが、本能寺の変により安永は急遽上落した。安永の上落を知った。 長祖壁元地下は再び阿波に侵攻し、中富川の戦いで阿波を平定した。市宮聖介の変身を許せなかった元親は、聖介を恵比寿山城に招き中殺した。章の金時には新たに数をされたが、1585年、橋場秀吉による四国攻めで、土佐に敗走した。ありがとうございます。